世界中の兄弟姉妹、私たちは今朝預言者の声に耳を傾けるために集まっています。先ほど聞いたトーマス・S・モンソン大官庁の声が地上における神の生ける預言者の声であることを明かします。モンソン大官庁の教えと模範によって私たちはどれほど大きな恵みを受けていることでしょうか。私たちは今年新約聖書から預言者たちの言葉を勉強する機会に預かっています。旧約聖書では預言者たちの一つの民について研究しますが、新約聖書はただ一人のお方の生涯とそのお方の与えた影響が中心となっています。そのお方こそ天と地の二つの市民権を持ってこの世に来られた救い主、あがない主、イエス・キリストです。今日の世の中は人の教えであふれているため、新約聖書に記された救い主の生涯と教えという何よりも大切な出来事を人々は容易に忘れ信仰を失っています。救い主ご自身が私たちの生活の中心におられるのと同様に、この神聖な書物は聖文の歴史の中心に位置するものです。私たちは新約聖書を研究し大切にする決意をしなければなりません。新約聖書の研究によってかけがえのない知恵を見出すことができます。私は各地を巡って教会を組織したパウロの物語、特に彼がテモテに与えた教えを読むのが好きです。パウロがテモテに宛てた第一の手紙の第4章にはこのように記されています。これらのことを命じまた教えなさい。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。信者の模範となり、それを続けるために安息日を守ること以上に優れた方法を私は考えられません。世界が創造された時から他の人と区別された一日がありました。神はその第7日を祝福してそれを聖別された。神は自らこの日にその働きを休まれ、私たちにも同じようにすることを求めておられます。そしてイスラエルの子らに次の戒めをお与えになりました。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。それで主は安息日を祝福して聖とされた。安息日を守るためには必ず礼拝を行わなければなりません。アダムとエバは死すべき世にあった後、入った後、御父の一人子の犠牲の雛形として主なる彼らの神を礼拝し、主への捧げ物として群れの遺言を捧げるようにと命じられました。動物の犠牲は神の子羊であるイエス・キリストがいつか私たちにご自分を犠牲として捧げられることをアダムの子孫に思い起こさせるものとなりました。救い主は生涯を通じてその犠牲について話されました。その言葉が成就したのは十字架につけられる前の晩のことでした。主は世の喧騒から離れた2階の部屋に弟子たちを集めて主の晩餐の聖餐を定められました。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り感謝して彼らに与えて言われた。みなこの杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。救い主の食材はその時から大いなる最後の犠牲となりました。復活後にアメリカ大陸を訪れた救い主は弟子たちに神権を与え聖餐を定めてこう言われました。またあなた方は私がしたように、すなわち私がパンを裂いて祝福しそれをあなた方に与えたように、いつもこれを行うように努めなさい。
それはあなた方がいつも私を覚えていることを父に示す証となるであろう。そしてあなた方はいつも私を覚えているならば、私の御霊を受けるであろう。廃教の暗黒時代にも安息日の礼拝と生産のこの様式がさまざまな形で続けられたことは驚きに値します。福音が回復された時、救い主から最初に生産を受けた3人の使徒、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーを訪れました。この3人の指示のもと、イエス・キリストの教会の会員たちに聖餐を執行するために必要な神権の権能が回復されました。救い主から預言者と人たちに、そして彼らから私たちに授けられたその神権の権能は現在まで地上に依存しています。世界中の若い信権者は熱心に戒めを守り、福音の標準に従うことによって信権の力を行使するふさわしさを保っています。これらの青少年は霊的に清い手と純真な心を持って、2000年以上前に定められた救い主の主の方法により生産を準備し、また祝福しパスしているのです。安息日を守るには聖餐を受けなければなりません。主は教義と制約の中で私たち皆にこう命じておられます。またあなたは世の汚れに染まらずに自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。まことにこの日はあなた方の労苦を解かれて休み、意図高き方に礼拝を捧げるように定められた日だからである。またこの日にはあなたは他に何事もしないようにしなければならない。自分の生活における安息日と生産の様式について考えてみると、主は私たちに3つのことを求めておられるのが分かります。第一は世の汚れに染まらないことです。第二は祈りの家に行って聖式を捧げることです。第三は労苦を解かれて休むことです。クリスチャンでありキリストの真の弟子として生活することは素晴らしいことです。主は私たちについて、私が世のものでないように彼らも世のものではありませんと言われました。世の汚れに染まらないように、安息日には仕事やレクリエーション施設に関連した属性的なものを避けるように主は求めておられます。主は私たちが適切な衣服を身につけるよう望んでおられると思います。若い人たちは日曜日には晴れ着を着るという昔からの言い習わしが時代遅れだと考えるかもしれません。しかし日曜日に普段着を着るようになると、心構えや行動も同じようになってきます。もちろん子どもたちが朝から晩まで清掃したまま日曜日を過ごす必要はありませんけれども、子どもに勧める服装や計画する活動を通して、私たちは彼らが生産に向けて準備し、一日中その祝福に預かるように助けているのです。主に聖式を捧げるとはどういう意味でしょうか。私たちは誰でも間違いを犯します。天の御父や気持ちを傷つけたかもしれない相手に対して罪や過ちを告白し、それを捨てる必要があります。安息日はこのような私たちの聖式を主に捧げる絶好の機会となります。主はこう言われました。この主の日にあなたは意図高き方にあなたの供え物と聖式を捧げ、また兄弟たちと主の前にあなたの罪を告白しなければならないことを覚えておきなさい。メルビン・J ・バラード長老は次のように勧告しました。私たちはすべての町生徒にこの聖餐の席についてもらいたいと思っています。そこは自己を吟味する場であり、自己を診断する場であり、進路を修正し生活を正して教会の教えや他の兄弟姉妹と調和させていくことを学ぶ場だからです。ふさわしく聖餐を受けるとき、私たちは進んで救い主の皆を受け、
主の戒めを守り、いつも主を覚えることを証明します。このようにしてバプテスマの誓約を新たにするのです。主は弟子たちに、これを行うたびにあなた方は私があなた方と共にいたこの時を思い起こすであろうと約束されました。ロートを解かれて休むとは、畑の農機具を動かずに、また店のドアに閉店と表示することだけを指すと考えるかもしれません。しかし今日の世界では、労苦には日常生活に関連する仕事も含まれています。つまり安息日の礼拝や人々に仕え、教え導く機会を奪うことになる家でのビジネス的な仕事、運動競技、その他の活動が含まれるのです。主は初期の時代の生徒に対して、神聖なものを軽んじてはならないと言われました。それは安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではないと弟子たちに言われたことを私たちに再確認しておられるように思います。兄弟姉妹、私たちが救い主との約束をおろそかにし、新約聖書をはじめとする聖文の教えを無視して主に従わなくなるとき、敵対する者はこの終わりの時に勝利を収めるのです。子供をお持ちの皆さん、今こそ聖餐会に出席して信者の模範となるよう子供たちに教えましょう。日曜の朝が来たら、子供たちが十分な睡眠をとり、ふさわしい服装をするようにしましょう。そして聖餐の象徴を受け、人を啓発し強化し高揚する聖霊の力を受けるための霊的な準備ができるように助けてください。皆さんが安息日を一日中尊び、1週間を通してその霊的な祝福を経験することによって、家族に愛があふれるようにしてください。皆さんの息子娘が安息日を守ることにより、立って光を放ち、彼らの光が国民のための旗となるようにしましょう。歳月を重ねるにつれて、私は自分の少年期、青年期の安息日を絶えず思い返すようになっています。執事として初めて聖餐を配った日のことも今も覚えています。ワードの会員たちにガラスの小さなカップをパスしたものでした。何年か前に故郷の教会の建物が建て直されることになりました。説教壇の下の物入れは扉が開かないように封印されていたのですが、開けてみるとずっと忘れられていたガラスの小さなカップがいくつか出てきたのです。その一つを記念にいただきました。また海兵隊にいた時も緑色の小型のトランクを持ち歩いたことを覚えています。中には木製のトレーと生産カップの箱が入っていました。紛争や戦争の絶望感の中でも、主の晩餐の平安と希望を取り戻すためでした。青少年時代に使った生産のカップ、また少年時代を過ごした山への地や太平洋の遥か彼方で使っていた生産のカップについて思い巡らすとき、世の救い主が私のために進んで苦い杯から飲んでくださったことへの感謝の念で満たされます。私は救い主のおかげで、詩篇の作者とともに主の無限の食材の祝福により、私の杯は溢れますということができます。安息日を前にした今日、この素晴らしい大会を始めるにあたって、私たちがそれぞれのワードや支部で毎週聖餐会に出席して受ける祝福と機会を思い起こしましょう。私たちや家族に約束されているこれらの祝福が受けられるように、安息日に向けて準備し行動しましょう。この世で受ける最大の喜びは、救い主に従う時にもたらされることを心から証しします。主の聖なる日を記憶するという戒めを守ることができるよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。